俺が旬を背負っていく。分かった、増票たちは俺に任せてくれ。頼んだぞ、せいよ。さあ、一気に駆け抜けるぞ。最後に変わった、俺は何だ。今日までにした、そうだ、みんなで強豪のまま乗り込むんだ。氷河が追いついてくれ。旬が元気を取り戻すまで、俺たちが強豪のままの道を切り開いておくんだ。アイドルさん、13年間の親の暗黙者の汚名を着せられてる。俺たちは教皇の悪事を暴くないか。この地に刻まれたバイオロスの魂がコスモは永遠に報われることはない。急ごう、シリそういえばセイラ、サジタリアスのクロスは今どこにあるのか。沙織さんが時計に暗記させているんだよ。だけど、チーフ、悪いクロスの話はそこまで、総評たちに聞かれるわけにはいかない。貴様たち、何の話をしているんだい。お前たち総評には関係のない話だ。おい、チーフ、シェンの調子はどうだ。まだ目を覚まさない。命が尽きるはずはないだろう。安心はできない。こいつら何を隠していやがるんだ。セイヤ、変換球の火が消えた。残りの時間がサンクチュアリーに沈みかけた。だが巨階級へ続くにして、セイヤが言ったように、ここで焦っては、俺たちは本当の力を出すことができない。調査シリュー、俺たちはもう8つの球を突破してきたんだ。残りは4つ。俺はまだ希望を捨てちゃいないぜ。俺もだ。そしてヒョウ、希望を捨てずに戦っている。そういえば、こんな夕焼けの日に俺は聖火姉さんと離れ離れになったんだ。聖火姉さん、聖夜のお姉さん。ああ、そうさ。俺は姉さんを探すために戦いに行った。このサンクチュアリの戦いを通じて、姉さんが近くにいる気がしてきたんだ。そう考えて、俺の本性が叫ぶのか。アブデナイがいられない。シュウ、もう少しで順番決めた。頑張ってくれ。順番球に急ごう。シーンはまだ。ああ、俺たちが転換球を渡してしばらく経つ。それでもまだ起きないのだ。俺たちは他も一人助けることができないのか。セイラ、諦めちゃダメだって分かってるのか。俺たちは一挙を失ってしまった。氷河のコスモもだんだんと弱くなってくる。なんとしてでもシーンは助けないと。マリーさん、それにシャイナさん。このガキ何を言ってるんだ。かわいい顔してるな。少し遊んでやろう。お前たちはブラックメイト、私はブラックユー。どうしたセイントがこんなところにいるんだ。もういいか、教えてもらって。いいか、耳の穴をキャップ。よっ、今私にシルバー戦士のクロスを手に入れて。イーグルプラス、それじゃあ。あら、何も分かればいいわね。シャイナとかいう戦闘をして、この子にシルバークロスをあげる。さあ、分かったね。道を分けな。女の人に手をあげることは好きじゃないけれど、仕方ない。大切な人を守るためだ。行くぞ、ブラックセイント。
あんた、危険を避けきれないで女を守るとか、どの口がそんなこと言ってるの？さっきは女に手を挙げるのは好きじゃないと言ってたの。随分と攻撃的になる。さあ、クラッキング、やる気あるじゃない、イケツブラッシュ。ちょっと油断しすぎる。よっそんなに、ブラッシュ、イケツブラッシュ、ブラッシュ、イケツブラッシュ、ブラッシュ、イケツブラッシュ。油断しすぎた、ブラッシュ、ブラッシュ、それほどの力を持ってきたの。イケツブラッシュ！私のことをここまで。